こんにちは、ライムです。今回は極フェス2020第1弾、はい、ということで今回極フェス第1弾ついに始まったので、こちらやっていこうかなと思います。はい、でね、正直この極フェスの第1弾は、まあ、スルーも正直考えましたよ。僕はあの昨晩あの極フェスのね解説動画も出しましたが、まあ、どうかなと。そのもちろんね、その皆さんにあの進める上で1弾のいいところ、それから悪いところ、こんな必殺技が入ってるよっていう性能は解説はしたんだけど、自分になってみるとね、いざ自分になってみると結局ね、その動画内、解説動画内でも言いましたけど、進行度、ダンジョンの進行度であったり、まあ、あるいは自分の手持ちで考えた時に、まあその価値観がねだいぶ変わってくるよという話をしました。でまさにまあそれがそうで、まあ、一段がね、まあ今回のフェスの目玉でもあるこのリミットブレイクガーディアン召喚だったり、まあ、今回新奥義が多かったりとかっていうところがあるんで、そう今回新奥義の数とんでもなく増えてんだよね。で結局この新奥義についても、その解説動画でも言った通りですね、覚醒だったりシンクロのどちらかがないと、まあ、やや使いにくいという状況もあったりとか、そこまでね、今の個人的にはですけどね、その新奥義よりもなんか普通にシンクロの方が嬉しかったなっていう気持ちがあるんで、うん、まあもちろんね、その新奥義別に弱いわけじゃなくて当然強いんだけど、今のその僕のね、その進行度的に言うと、まあ新奥義ももちろんあったらあったで全然いいんですけど、まあシンクロがあった方がこのキャラはシンクロ欲しかったなみたいなキャラも結構いたりするからね。そういった意味で言うと、あんまり今回のフェス、まあ特に一段なんかはあんまり気乗りしない感じではあるんですよね。ただこのクイナの、そう、まあかねてからこのクイナの戦技が欲しかったりとか、あと、まあ、当然のことながらね、あの使ってみた動画っていうとかね、やってる身としては、この新しい必殺技、新機軸の必殺技としてのこのリミットブレイクガーディアン召喚っていうのも、あのまあ、当然のことながらね、その使ってみたいなっていうところある。実際に動画でアップしたいなっていうのも あるしね。うん、なんで、まあ、とりあえずちょっとスルーも考えたんだけど、さすがにね、解説動画やった手前、一段からスルーはいかがなものかというところで回します。はい。で、まあ、あの、今回は何が欲しいとかは言わないようにします。今回、あの、物欲センサーがすごいんで、ギュンギュンに、なんか前回の何だっけ、なんか前回のガチャすごかった気がするんだよな。物欲センサーがギュンギュンに働いたような気がするんで、今回はやめとく。あ、ザイドか。ザイドの FF11 ガチャの時がなんかすごかったんだよね。なんで、とりあえずあの、欲しいのは何個かあるんで。ただそこまで一段回す気ないので、まあもう、うん、もう見切りをつけて、もうなんか欲しいのが1個出たらもう撤退ぐらいの気持ちで考えてます、今んとこも。もう他の、これはモグ出るでしょ。これでモグ出なかったら嘘だよね。行くよ、スキップ。これでモグ出なかったら嘘だよ。行くよ。すごい。これ一段大事だよ。一段の引きは一段の引き出し。来た。さあ、来るわ。さすがにね、こんだけ。おおほほほおすごい。これすごくない ?4 つ。クイナのシンクロ。4つのこの星7は初めてじゃない？ 4 つの星7は初めてじゃない？これは初めてじゃない？待って、今ちょっと3つ目ちょっと画面見てなかった。3つ目何出た？3つ目笛だったらもう優勝なんだけど、さあどうだ？見てなかった。もうみんな多分もう分かってんだろうけど、見てなかったわ。なんだ、栄光来た？ん？あー、リディアね。あ、でもこれも、このリディアの新奥義、あの、ギルバートの
ガチャの時にこれ実装されたやつが2回目だ、再販されたやつだけど、これ出なかったんだよね、ギルバートの。確かガチャ動画には、動画にアップしなかったんだけど、ギルバートのあのガチャちょっと回したんですよ、僕。で、これリリアのやつ入ってて、これ当たんなかったんだよね。なんかこれは、まあ普通に嬉しいね。リリアの信用魚普通に嬉しい。これ欲しかったんだよね、地味に。で、新しいグラディオの新泳ぎだね。これまあグラディオの、まあ、ボイスは普通にもちろん入ってるんだろうけどね。まあ15キャラだから普通に入ってるし、まあ月末15イベントも来るし、あと15ハリューか。ついに僕もね、全然やらず嫌いしてたハリューちょっと、15ハリューからちょっとやりたいなって思ってるんで、まあただね、グラディオのシンクロ持ってないんでね。ドリセレあるかな、あるとは思うけど、なグラディオもしかしたら使わないかもしんない、もしかしたらね、ハリュー仮にやったとしてもグラディオ入れずに他のキャラでやるかもしれないですね。で、クイナのシンクロ、クイナのシンクロ、これもまあちょっと使ってみないとなんともですね。なんていうか、使い心地としては正直その弟子の、僕としてはクイナよりも弟子の覚醒とかの方が好きなんだよね。うん、個人的な、多分これ多分好みの範疇になってくると思うんだよね、クイナのその良し悪しっていうのはね。まああと単純にその場面、ダンジョンとかで、まあ、このダンジョンだったらクイナの方がいいし、このダンジョンだったら、まあ、弟子の方がいいよねみたいなところも当然出てくると思うから、まあ弟子の方がやれることは多い。花状態上バリアとかもできるし、うん、まあその他ね、フルバフっていうところもできたりするしね、っていうところで、まあ使い分けだとは思うんだけど、はい。で、あー、これセリスなんだね。なんかセリスこんなイメージないね、雪模様の服。セリスのエルビーオーバーフローか。あー、ただセリス僕もね全然装備持ってないんだよね。セリスは使えませんね。だからLB、多分覚醒1がなんかの無料ガチャで出たぐらいじゃないかな、多分セリスは。あー、でもこれちょっともう11年いくか悩むな、これ。先ほどね、冒頭でなんか狙ってるやつが一つでも出れば撤退しようかなみたいな話今したんだけどこれはこの引きをしてしまうとちょっと悩むな。次、欲張りさんが、僕の中の欲張りさんが、ね、欲張りライムが出てきてしまう。欲張りライムが出てきてしまうので。そう、欲しかったのはこのリディアの新奥義とかね。リディアの新奥義。まあ、グラディオも15好きとしてはこれ普通に欲しかったなと思って。っていうとこだったんですよ。ね、もう欲しいもの2つも出てしまったんで。あー、でもやっぱり、エーコのが、これ気になるよね。これ使ってみた動画ちょっとやりたいよね。行くか。であと、まあクイナの戦技も欲しいなって。まあこっちは多分ドリセルに入ってるよね、確か。もう入ってんのかな、入ってると思うんだけど。まあ いや、20連目行きます。あボックスちょっとボックスエリー行ってくる。はい、ということで帰ってきました。22連目行きますか。うん、22連目、これでもう終わりだね。これで出ても出なくても終わりかなって感じがします。本命はまあ後の段になってくるんで、まあ全然十分。ミラボ行くやつじゃないし、全然十分行きます。スキップ。これでもうモグが出ても出なくても、深追いは今回禁物だぜ。 OK。 まあこんだけ入ってるからね、すごい。でも確率がやっぱ高い。さあどうだ、頼むぜ。こっちじゃない。さあどうだ。おっ、これ A 子さんじゃん。この楽器は、楽器、笛。これは。おお。やったわ。やった。もう、これ動画編集してアップしたら、次も、A 子のリミットブレイクガーディアン召喚使ってみた動画、今晩中にアップするんで。やるわ。ちょっと、なんでもいいからちょっとやってみよう、これ。これ、使いたい。やったぜ。ちょっとエコ育てるんで。やったぜ。やりました。はい。いや、よかったね。1、
よかったわ。これちょっとスルーしようかマジで悩んでたんだけど、直前までね。なんでだけど、やってよかった、よかったやった。これ本当に嫌なのが、一段で、その、うわ、回さなきゃよかったっていう後悔に、一段からなってしまう、そういう気持ちになってしまうのが一番嫌なパターンだったんで、これは幸先いいぞ。幸先いい。ただフェスでまあまあまあ怖いのは、その、ケツの方がね、ケツの方が全く出なくて、どんどん尻すぼみパターンもあるんだけど、まあまあまあ、OK、OK、OK、一段がこれで始まれたのはかなりいいんじゃないかな。いいスタートで切れたと思います。はい。まあ、クイナの戦技は、まあ、ドリセレかなんかを待ちましょう。といったところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、次回の動画もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。